ブルームーンの、ね、なんか、ピザが出ましたよね。全てが上がる。あのちっちゃい末っ子組から末っ子組から、ミドルズ、そして私たち年上組の前半も一応ミドルズの枠だけど、はい、そのと全員のティーザー全部出ましたね、はい、皆さん見てくださいましたか、うん、どうでしたか、なんか一段と雰囲気がガーッと変わりました、ね、私も見たんだけど、めっちゃみんな BG 良かった、なんか大人っぽくなった、めっちゃ可愛かったみんな、なんか衣装とかも普段とは違う感じ、そうだね、黒と白とね、なんか間違いない、ちょっと冬の女性な感じがありましたよね、白っぽい衣装は、あの何て黒じゃない方の白、白、うん、なんか茶色のやつが私は個人的にすごい好きで、なんか、なんかみんなが、うん、あの彼女感がすごい、あ確かに、なんか彼女感やばくね、ニットの素材とかやばくみたいな、なんか冬みたいな可愛い女の子みたいな、みんな可愛くて、ね、私キュン死にしました、早くね、公開されてほしいね、うん、他のメンバーはですね、今日私たち、あの、お姉さんたち二十歳組で放送しております、はい、よろしくお願いします、ビハートしてだって、はい、みんなビハート、はい、りくちゃんめっちゃ大人っぽかったって、リクちゃんね、なんか中1っていう説あった感じ、そうなんです、昨日ね、昨日みたいな、そうバブルしてくれてる方は知ってると思うんですけど、なんか中1なに見えるって、私がじゃあなんか私何歳に見えるみたいになったら、なんか中1とか言って言われて、えほんまにって言ってリオに再確認したら、うんって言われて、それが悲しすぎてバブルで言ったんですよ、そしたらファンの皆さんも全然否定してくれなくて、聞いてんのほんまにとぼけた顔しやがってよ、いや可愛いんよ、可愛いのよ、まあ、くーちゃんはバブイって書いてある、そう、うん、まあそれも一つの魅力だと私は最近思うようにしてます、うん、ありがとう、うん、じゃあまあ明日はもう頑張れるメッセージでも言う、じゃあ明日も頑張れるメッセージ言って、二十歳のリクからね、一言、リクから、そうですね、明日も頑張る、明日もきっと、まあ今は分からないと思うんですけど、明日になって絶対いいことはあると思うので、明日は目いっぱい楽しんで、一日一日を大切に、そして最高に楽しい日を送ってください、おおいい声、めっちゃいいこと言った、めっちゃさすが二十歳の方が、やろう、二十歳かと思うの、本当にやろう